2022年の現在、ウクライナへの軍事侵攻を継続中のロシア、各種の弾道弾や巡航ミサイルの発射を続ける北朝鮮、そして先頃も日本の領海へ測量船の侵入を行った中国など、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しているよな。世界的に目の上の単個部的存在の3カ国だね。そうだね。さて今回は、日本のスタンドオフミサイルの整備構想について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。上述した中で日本政府は今後の兵器調達に関してスタンドオフミサイルの取得を推進する方針を打ち出しており、従来よりも格段に射程距離を伸ばした国産兵装の開発を進め、配備を急いでいる状況にあるよ。しかし国産の新型兵器の導入までのギャップを埋める兵器として、アメリカから同国海軍艦艇の主力の巡航ミサイルとなっているトマホークを調達する可能性についても報じられるなど、これまでになかった緊急対応も見受けられるんだ。このトマホーク巡航ミサイルの件は現時点では確定事項とはなっていないが、国産の1式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を据えても2026年度からの見通しとなるため、急遽浮上した喫緊の対策であると見られているぜ。現在の日本政府そして防衛省では、先に挙げたスタンドオフミサイルの配備を急ごうとしているけど、これは敵の防空兵器に対してその射程外から攻撃を行うことのできる兵器の総称であり、現行のものよりも射程距離が長いものとなっているんだ。これは近年の兵器技術の進歩で飛躍的に射程距離を伸ばしつつある、主として敵の対空ミサイル等への対処を迫られているためであり、具合的にはそれらを搭載する中国海軍の艦艇に対する備えを強化しようとするものだな。ここで最も留意しておく必要があるのは、スタンドオフミサイルとはあくまで、敵の対空ミサイルの攻撃範囲外から攻撃を加えることが可能な兵装であり、敵の長射程の弾道弾や巡航ミサイルの射程距離外ではない点だろうね。日本の現在の仮想敵国であるロシア、北朝鮮、中国は、すでにいずれも日本本土を攻撃可能な長射程の対地攻撃兵器である弾道弾や巡航ミサイルを保有配備しており、その状況そのものは以前から続いていたものなんだ。その気になればいつでも攻撃されるって、本当に怖いことだよね。最近のスタンドオフミサイルが想定しているのは、主として日本に接近する敵艦艇が搭載する対空ミサイルが以前よりも確実にその射程距離を伸ばしていることを憂慮しているゆえで、それらの接近阻止を目的としているよ。そうした位置づけにある日本のスタンドオフミサイルの整備構想だけど、大きくは、1式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾の4つに分けられるんだ。これら4つ内で12式地対艦誘導弾の能力向上型と当初防衛用の高速滑空弾の2つは、複数の段階種別が想定されているけど、一部のものはすでに量産化が企画されており、早ければ前者が2026年度、後者は2023年度にそれが見込まれているみたい。残りの極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾の2つはまだ研究開発の段階の兵器であり、現在の2022年時点では完成や実戦配備の時期については明らかとなっておらず、したがって射程距離等についても不明なんだって。極超音速誘導弾はその名が示す通り、昨今注目されているマッハ5以上の飛翔速度を発揮する極超音速兵器であり、機関部にはスクラムジェット式の推進方式を採用、対艦及び対地攻撃の両方に使用可能で最大 1000km 程度の射程距離と考えられるぜ。当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾は、先行する1式地対艦誘導弾の能力向上型と同様の用途の兵器だけど、敵の目標たる艦艇に接近した最終的な段階において迎撃を阻止するため、高い機動性を備えるものになると想定されているよ。こうした極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾に比べ、すでに量産体制が確定している1式地対艦誘導弾の能力向上型は、それがまず行われるのは地発型と呼ばれている地上発射型のプラットフォームからとなるよ。これは現時点で陸上自衛隊が装備する1式地対艦誘導弾と同様の形式だけど、以後は艦発型と呼ばれている艦艇搭載型や、
ソラ発型と呼ばれている航空機搭載型に発射プラットフォームを拡大し、陸海空の3自衛隊の中核を担う兵装となることが期待されているんだ。現行の12式地対艦誘導弾の最大射程距離はおよそ 200km 弱であると目されているんだけど、今後の能力向上型は第1段階として同およそ 900km、第2段階としてはおよそ同 1500km までの延伸が期とされているよ。こうした最大射程距離の現行型の一二式地対艦誘導弾からの飛躍的な向上でもわかる通り、能力向上型は一二式地対艦誘導弾の名称を冠してはいるものの、ミサイルとしては外観も含めてほとんど新規開発に等しい領域に踏み込んでいるぜ。そして当初防衛用の高速滑空弾であるが、こちらも防衛装備庁の分類によればブロック1と呼ばれている早期装備型と、ブロック2と呼ばれている性能向上型の2種類が同時並行で開発されており、前者が2023年度に量産化されるものとなるな。当初防衛用の高速滑空弾は送輪式の車両の2台部分に発射筒を搭載する形式の陸上発射型の兵器であり、2023年からの量産化が行われるブロック1は防衛省側からは未公表であるものの、最大射程距離は 500km 程度になると考えられているね。この当初防衛用の高速滑空弾のブロック1がおよそ 500km 程度の射程距離を持つと推察されているのは、中国と対峙する尖閣諸島を沖縄から直接攻撃することを可能とするだろうとの逆算から導かれた数値ゆえだよ。対中国用ってわけだね。現状の警戒度は中国がナンバーワンな気がするし、自衛隊の基地や在日アメリカ軍の複数の基地が配置されている沖縄本島は対空防御も固いため、そこに当初防衛用の高速滑空弾のブロック1を配備することで残存性を高めるとともに、尖閣諸島の防衛を確実なものにする狙いがあると思われるんだ。続く当初防衛用の高速滑空弾のブロック2波、ブロック1と一部のブースター部を供用しながらも、さらに全長を伸ばし射程距離を延伸させると同時に、イメージ図からは弾頭の形状も大きく変化していることが見て取れるね。そのブロック2のイメージ図に書かれた弾頭部分は、よりウェッジの効いた極超音速滑空ミサイルと呼ぶにふさわしい形状となっており、当初防衛用の高速滑空弾のブロック2も最大射程距離はおよそ 1000km 程度には達するのではないかと想定されており、そこまで到達すれば九州の本土から中国大陸までを攻撃圏内に収めることも可能となるだろうな。ただしこうした 1000km を超えるような長射程の巡航ミサイルを日本が装備するとなれば、国内では自衛隊の掲げる基本理念である専守防衛に反する動きであると、少なからずその配備を妨げようとする言説が吹き出しているよ。こうした言説は日本から中国大陸にまで至る立ち可能なミサイルの配備を、日本の軍国主義の復活用化に応用に言い募るんだけど、日本が攻撃的兵器と政治的に定義するゆえに保持していない中距離及び長距離の弾道弾をロシア、北朝鮮、中国はすでに配備しているからね。その現実を鑑みれば、いささか乱暴な言い方をすればむしろ今後日本が保有する巡航ミサイルの射程距離は、実際のスペックよりも長射程であると喧伝する方が、それらの国々に対する抑止力としては効果を発揮するとさえ思えてくるな。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ウクライナ側は長距離巡航ミサイルなどの装備を保有していないことから、航空機を除けばハイマース等のおよそ 80km ほどが最大射程距離を攻撃できるに過ぎないからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。